いや、それはない。私は当主代行として親父殿の全ての財産を把握している。私に知られずにそれらを自由にできる人間はいないはずだ。じゃあつまりクラウス兄さんの把握していない財産ってことじゃないの？バカな、そんなものあるわけがない。あるわよ、兄さんが把握していないお父様の資産。そんなものあるわけがありません。いや、あるで。それがお父さんの、いや、ベアトリーチェの隠し応募や。話を整頓しよう。つまり親父には兄貴も知らない腹心がいた。そしてそいつはずっと黄金の番と運用を任されてきたわけだ。あるいは悪魔の契約まがいのルールで融資した小塚の大富豪か。その腹心のベアトリーチェさんは自分の黄金を融資する相手として息子兄弟の誰がふさわしいか試したいということなのかしら。黄金の隠し場所についてはすでに金蔵様が私の肖像画の下に碑文にて公示されております。条件は碑文を読むことができる者すべてに公平に。黄金を暴けたなら私はすべてをお返しするでしょう。それではどうか今宵を金蔵様との知恵比べにて存分にお楽しみくださいませ。今宵が知的かつ優雅な夜になるよう心よりお祈りいたしております。黄金のベアトリーチェ。お父さん、聞こえているはずです。返事をしてください。マリア様がベアトリーチェ様より手紙を受け取られたとのことで、その真偽を確かめたいのでしょう。あやつめ、早速始めおったか。さあベアトリーチェ、かけるコインに不足はあるまい。存分に今宵を楽しもうではないか。負ける気はないぞ。お前の微笑みは永遠に私のものだ。もう一度見られるなら富も名誉も我が命すらも惜しくはない。さてルーレットは回り始めた。ボールはどのポケットに落ちるのか。ノアールかルージュか、それとも親の総取りか。さあ始めるがいい、ベアトリーチェ。私が再びお前に奇跡の力というものを見せてやる。